はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、先行配信第3回目やっていきたいと思います。でちょっとオプションを見たら今2倍速じゃないですか。で3倍速も選べたんで、これオプションが最初等倍か2倍速の設定になってるんで、オプションで3倍速を加える感じにする。めっちゃ早いけどこれ戦闘とかやったら超荒ぶりそうだな。で、一応メルビル関係のイベント序盤はこなしたと思うので、新しい地へ行こうと思います。でそうするとちょっと待って、なんかセーブの画面ちった。序盤のところで行けるとすれば、あと騎士団領がどうかなっていう感じなので、ちょっと騎士団領の方へ行ってみましょう。最初のイベントが発生するかどうか。3倍さすがめちゃくちゃ早いな。水田ブールですね。ここは初回だからあんま変わんないのかな。紹介も早いな、ミルザブールの。ほんと3倍は早すぎるわ。でまずこの人に追言したとの話を聞いて、南の方に追言したとという町があるが、こことは比べ物にならないね。で追言したと。で義勇軍に話して、まあ、例によって義勇軍地図を回収します。で、あと進行度なんですけど、多分左になんかちょっと時計みたいなのがあるじゃないですか。これ進行度なんじゃないかなと勝手に思ってます。大きいのが 10% で小さいの 5% かな。10、20、30、40、50、60、70、80、90、100かな。ちょっとなんかそれだと信じましょう。なんかあんまりその前情報のさ、新しく追加されたやつとか、ま、情報仕入れてないんですいません、よくわかんないです。あ、そうね、これでね、ここも結構城西騎士とかいいんだけどね、まあ、最初は剣士318か。でマップアビリティは不意打ちはまあいいや。でまだ大丈夫だと信じて、イベント起こると信じて、あ、パブ行って外して、デラファエルとテオドールが仲間になるはずなんで、これで行こう。ではシルジュのイベントもこなしておこう。姉ちゃん、オイラと友達になろうぜ。私に構わないでください。寂しいこと言うなよ、楽しくやろうって言ってるだけだぜ。私に関わるとあなたが不幸になります。気の利いた断り方だな。不幸になるだとよ。確かに今やつは不幸のどん底だ。うるせえ、ムカつくぜ。で不幸予防な、あれこれってさ、もしかして行ったとこ見れるとか。あ、ミルザブールで出会ったって書いてあるじゃん。そう、一周につき何回かしか会えなくて、全部で10回くらいこなす必要があって、私に最低でも3周しなきゃいけないんだよね、確か3周目で。1回会ったパブではもう聞けないんで、でもこれ見ればミルザブールで会ったって書いてあるから、それは助かるな。じゃあ追言したといきましょう。2倍速くらいがなんかもうちょうどいいな。忙しい現代人のために3倍は早すぎる、さすがに。おい、でまたレニューと地図回収して、見習い騎士があんじゃん。盾長剣大型剣で剣士、あ、盾あるの結構よくね。え、長剣と大型剣しか使わないんだって。あ、こっち両手体剣か、少し違うね。そう、結構ね武器細分化されてるんで、じゃあまあまあいいとして、マップアビリティは特になしで、何言ってたっけ。ここいらっしゃいませ。武器、あ、タウンソード売ってんじゃん、こう持ってるけどね。これが両手体験か。両手体験とかもクロスクレイマー増えてたの確か知ってる。いらっしゃいませ。ライトヘルム、傷薬、まあ、まだまだちょっとかな。そもそもイベントが発生するのかを確認しなきゃいけないから中に入ろう。
お威厳したと。でミルザブールまで行くみたいな話が出てくればどうだろう。よくおいでになられた。私はこの城の主ハインリヒ。俺の名はグレイ。ゆっくりお話など伺いたいところだ。いいね、ミルザブール行きます。これからミルザブールへ行って騎士団の会議に出なければならない。申し訳ない。ついていきましょう。さっき来たばっかりだけど同行させてもらう。ミルザブールから。ええ、喜んで。旅の仲間は多い方が楽しいものだ。みちみち話を聞かせてもらいたい。ラファエル、参るぞ。はい。相変わらずあの城内の兵士テンパってた。ミルザブール城。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主テオドールです。俺の名はグレイ。ハインリ、会議の見通しはどうだ。厳しいな。プラッツやノーデンを説得できなかったのは痛い。彼らは影響力が強いからな。全力を尽くすしかあるまい。コンスタンス、フラーマは。はい、フラーマ様はすでに会議場へ入られました。よし、我々も行こう。会議。ラファエル、会議の目的は何だ。ミルザブールとオイゲンシュタットの中間に今は放棄された古い砦があります。そこにモンスターが住み着いたらしいのです。砦からモンスターを排除しようという議題なのですが。何か問題でもあるのか。出陣に金がかかるので皆渋っているのです。これより臨時騎士会議を開催する。テオドール、議題の説明を。デルスデールの砦が放棄されて久しいが、そこにモンスターが住み着いているという報告がある。そのモンスターたちによる被害は報告されていない。無害なモンスターならば放っておけばよいではないか。今は使われていないとはいえ、騎士団の砦をモンスターに占拠されて放っておくのか。騎士の誇りはないのか。あの砦は新しい街道ができて不要になったから放棄されたのだ。つまり取り返す価値などない。全く無駄な出費だ。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。見習いがでかい口を叩くな、無礼者め。騎士ではありませんが、発言してよろしいかしら。どうぞ、フラーマ殿。ありがとう、ハインリヒ。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではないようです。イスマス城がモンスターによって滅ぼされたという噂もあります。まさかイスマス城が。静粛に、静粛に。このモンスターたちがたまたま砦にやってきたのか、それとも何かの意図があるのか、調べる必要があるのではないでしょうか。意見をありがとう、フラーマ。それでは採決を行う。モンスター討伐隊派遣に賛成の者は。反対多数。討伐隊派遣は否決された。閉会とする。私一人でも行くぞ、騎士としての誇りにかけて。追加された。いいね、これ確認できる。デスデールの砦跡にモンスターが住みついたらしい。どうしても行くのか。もちろんだ。私が騎士の手本にならねば。君は残って若い連中がバカのことをしてかさないように注意していてくれ。私を連れて行ってください。お前ではテオドールの足手まといになるのがオチだ。許さん。いや、ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なのはわかるが、私がついている。大丈夫だよ。ありがとうございます。コンスタンツ、出陣の準備だ。で、一緒に行きましょう。俺も戦おう。連れて行ってくれ。私は今猛烈に感動しているぞ。
片付けない。でテオドールとラファエルで砦跡の場所で地図一部くれるんだ。フラーマン、時が来ようとしているのよ。サルーインが解放される時が。でクローディア、ヒットポイントは少ないな。テオドールとか抜走、抜走いくつだっけ、攻撃力17か。でディフェンダー、武器とかって回収ゴシックアーマーとかなんか結構いいの装備してるな。外せる、これ外せるな。最悪ボス前で外すのはありかな。でこいつちょっとね、仲間にはできるんだよね。私をぜひ。ダメ、もういっぱいだから。じゃあちょっと待って、砦跡に行く前にマップアビリティで宝箱サーチがレベル2か。まあ最初だからそれでいっか。罠解除が欲しいけど、罠解除ってもっとちょっともう一回見る。ないね。仕掛けサーチとはまた違うかな。まあないものはしょうがない、振り込む。でどうすんだっけ、右側になんかあるけどなんもない。でこいつはこう後ろをやってると来るから、どうすればいいんだよ。で立ち切り、足の力思いっしょ。足を引っ張らないように頑張ります。いや、ラファエル、クローディアよりは非常に高い。早い。いいね、服、なんか服みたいなのゲットしたな。これ3倍にしてみる。ちょっと1回3倍でいこう。あ、でも、まあじゃん。ちょっと待って、いいの覚えやがった、こいつめちゃくちゃ早い。全然わけわかんないってほどではないよ、むしろいいスピードだと思うんですけど、いかがでしょうか。でこれ足が崩れたっけ、ここは崩れないか。こっちはもうそもそもいけねえや。でちょこっち行って、これもう一回やってるから、ね、こいつ強いんじゃない。ちょっと初手かやぶさ切りでいこう。使わない、切り返し使うじゃねえかよ。あ、そっか、レベルが1だからさ。過激が発動した、過激が発動したかさっていうのがちょっと分かりづらいな。ちょっと狭いな、やっぱり狭いから敵との接触が激しい。いいね、サックサクいけた、サックサク。こいつマジで目の前に出てくるからな。いいね、めちゃくちゃ速い、素晴らしい倍速モード、マジで。でこっち来て、あんまり速すぎるともう突然死んでたりしそうだから、結構過激発動するな、早草切り。ちょ、敵多いよ。そろそろなんか乱戦が発動しそうな気もするんだよな。ラファエル弱えわ、こうやって見ると。やっぱり。まだか。ゴロゴロアタック。全体技がないからな、まだ。カードした、狙い撃ち。これひらめきの時だけ確かなんか設定があった気がするんだよな。ライトヘルムやたら手に入れんな。戦士がちょっと弱い。
まあ、いるだけマシだけどね。ちょっと待って、来てる来てる来てる、なんか来てる。鳥か、近く行ったから怖い。これたちょっとうぜえ早いからもさ、もう逆に制御が不能だよ。宝箱サーチを。で罠が、これしょうがないもん。160円、大盾。え、どうなの、バックラーから大盾。重量は高い。え、重量高いけど木製の盾なんだ。切る殴る弓、バックラーは、あ、弓防げないんだ。まあいいや、別に。重すぎるわ大盾。でこっちがあって、でここがの床がね崩れるんすよね、歩いていかないと。これも知ってる、しょうがない、開けよう。100円、シングルソード、なんかアイテムプラスって感じだな。はい、でちょっと一回こっち行って、ここも崩れるけど、ちょっと向こう側がどうだったっけ、いけない。ちょっとこっち行って、ここも、ここ崩れるところはないか。で、さっきの小部屋に行って、なんかもう敵がいないからいいな。ガントレット、あそこに敵が2体いるよっていうのだけ分かってる。なんか、おお、なるほど、ちょっとやっぱり探した方がいいのか。うわお、これぶっ壊れてるっけ。LP さん、骨のお守り。ガントレットを見てみるか。器用さ2もダウンするんだ。帽子、帽子だったらライトヘルムの方が良くない。暗闇耐性、他の2人にちょっと装備を上げるのは嫌だからな。で、ちょっと宝箱があるから、あれは回収していこう。やっぱりもうぶっ倒すわ。いけ、ラファエルよりちょっと強いくらいだね、戦士。これでいい。もう開ける、もう罠抜けとかないし。100円、100円プラス何かって感じか。で、ここ落ちて、で、そうするとこっち側に出れる。200円になってる。フルール、いらない。でもどんどん落ちてって、敵いっぱいいる。ここはもう避けようがないよな。ガヤガヤされた。やるじゃないか。何が上がったのか分かんねえ、ラファエル。これで敵を避ける。お、峰打ち、いらない。早火先に。精神ヒットヒット、ターゲット後ろ取れる、取れない。シノフィアしか持ってくればよかったかな。影ぬ、影ぬダメージが入らないからね。ちょっとでもいいからダメージ入ってもらうとまた使い勝手が違うんだけどな。半分くらいの攻撃力でもいいから。で、こっち行くと出ちゃうから。あ、カットイン使えるじゃん。カットインって5だから1回しか使えないか。だったら早く先に連発してた方がいいよねっていう感じ。俺の前に早すぎね。敵に発見されるとさ、追撃も早いからかわせん。でも罠はしょうがない。いってー、カリウドの弓ごときで。ちょっと待って、普通の戦士も LP1 しかないんだけど、これで死んだりすんのかな。でもそこで3食らってたのがさ、さっき、あ、そっか、もともと3食らったもんね。
これ戦士だから死んだらもう終わりだ。一応ここら辺で攻めしとこう。右側なんかアイテムないかな。激しい。あ、こいつ強いんだっけ。強いな。イノシシはまあまあか。敵が弱いからといって油断してはいけない。そうだ、あれこれもしや一時期苦戦したゴブリンなんとかゴブリンソルジャーだっけ。よし BB アップ、 BB アップしてくれるのはマジでいい。この辺も最近罠ばっかだ。500円ゲットはでかいマジで。で、あの塊がボスだから。こいつがモンスターたちのリーダーか。なんでこんな地下にいるのっていう話はあるけど。さてどうする。あー、なんか誰が強いんだかわかんねえな。スプラッシュアロー、スリーピア、スプラッシュアローをちょっと連発していくか。で切り返しで、ラファエルも切り返したな。ガードしてくれたな、ね、よ。すげえディフレクトにガーン。ラファエル死んだ。そう、早い早い早い。そうだ、なんかボスの時は等倍にするとか言っておきながら、等倍にすると言っておきながらラファエルが死んでしまった。いや、こうやってると本当遅いな。衝突点ダメージ表記は分かりやすい。一旦目マジで意味不明だったから。あ、クロディア死んだ。でもまあまあまあ大丈夫でしょ、これはいける。あとこいつ1匹だし。3連携出たんだけど最後。敵に向かってダッシュする技は武器の使い方を極めることで瞬速移動を発動することがある。この時敵はこの技を回避不能になる。この状態を無速と呼ぶ。795か。強いと思うんだ。ラファエル復活してる。あれ、ラファエル死んでなかったっけ。君たちの協力のおかげで目的を果たすことができた。ありがとう。装備はひっぺ返せなかったな。いい勉強になりました。ありがとうございました。これで他の騎士たちも目覚めてくれれば良いのだが。で2000円ゲット。いいねいいね、金が潤ってきたよ。134ジュエル。でテオドール外れてラファエルも外れますと。これで騎士団の誇りは OK かな。モンスターを退治しましたと。じゃあもうここには用はないんで。でスキル3にしたいな。3に客が。あーでもあれか、ローザリア術法師のためにジュエル取っておきたい感はあるよね。318。そう、3にするのが結構でかいからな。一旦ちょっと貯めておこうジュエルは。でミルザブールから船に乗って、船に乗ヨービルへ行こう。ヨービルで、こっからさらに一旦マップがないからマップを回収しよう。あれ、ちょっと待って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 、期待したのに散ったよ。あれ、なんでここに来るの。船地点じゃねえかよ。マップだけ回収。あ、周りにいるじゃん。あ、いた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 。マップだけ回収しとこう。でもいらないから、ちょっとヨービル行って、どこだ。もうマップがないと何もできん。
こっちだってもう出ちゃうって感じだもんね。あ、こいつか。わかりづら。で、地図ゲットして、で、そしたらパブに行きたいんだよね。一旦仲間がいるか見ておきたい。いないな。じゃあ出て、アルツールも行っておくか。で、回収して。で、パブ見て。あ、シフがいる。あれ、シフいるけど、アルベルトいないの？まあ、仲間にしとくか、じゃあ、せっかくだし。俺の名は。なんかちょっと待って、やるよ。会話が途切れてしまう。倍速にしてるから雪原の場所が来たから。ガトの村、シフ強い。クローデの倍以上なんだけど。バケツヘッドがいるな。でもシフがここに現れるってことは、こうやってこうやってれば仲間出なかったっけ。いいや、クリスタルシティへ行こう。クリスタルシティ魔術系をだから一人入れたいんだよね、まあ、アルベルトにする予定なんだけど、例によって。であと欲しいのはジャミルか。話だけ聞いとこう。クリスタルレイクにはディスティニーストーン、水のアクアマリンが隠されているという話だ。だから湖で怪しい動きをしていると王国の兵隊に捕まって最悪死刑だぞ。でクリスタルレイク行けるようになりました。っていうかさ、死刑までありえるんだ。スカブさんを知ってるか。カラム山脈の高く険しい山だ。そこには巨大な鳥の王が住んでいる。家畜でも人でも食っちまうという恐ろしい鳥だ。なんとその巣に行って羽を持ち帰ったどえらい勇者がいる。それも二人だけだ。先々代の国王、偉大なカール一世とブラックプリンス、ナイトハレト殿下だ。で、スカーブさん、あれ、これってさ、別にナイトハレトに会わなくても大丈夫か。じゃあなんかっぽいね。プレイヤーノート見てみよう。スカーブさんには巨大な鳥が住んでいる。ナイトハルトとカール一世が羽を持ち帰ったらしい。ちょっとこれ一応貼り付けとこう。で、地図ねえじゃねえかよ。仲間を集めたいね。そうするとジャミルが欲しいんだよな。南エスタミルとかそちら辺にいないかな。北エスタミル見てないな。エスタミルのパブはここ。ミディアムがいて、そう、ミディアム北エスタミルにいるからね。で、あと一般部屋、これやっとく。イニシエのエスタミル王国の時代、西からやってきたヴァンパイアがこの町を恐怖のどん底に陥れたんだ。それを救ったのがアムトの神官アグネス様と聖杯だよ。いや、これじゃない。これエスタミルの地下の片方に行きたいんです。護衛を引き受けてもらえませんか。行きます行きます。あ、エスタミルの地下のあれがないな。地図がないな。で、これはここでいいはず。これがいいかな。すぐ終わる。もう少し偉そうなのはないかな。何を探しているんだ。ミイラを探しに来たんですよ。薬の材料として高く売れるらしいんです。ああ、これがいい。なかなか偉そうなミイラだ。墓荒らしか。人様の家の炭素を漁ってるわけではないし、洞窟で宝探しするのと何か違うんですか。いいミイラが手に入った。そう、帰りましょう。どうもありがとうございました。これはお礼です。
OK、これだけで1500円もらえるからね、めちゃくちゃいいイベントで、ジュエルもゲットできる。でミイラ商人、エスタミルの地下にあるカタコムに行きたいので護衛に行ってほしい、いいミイラが手に入ったらしくお礼をもらったということで終了ですね。という感じで一応主婦が仲間になったんで、なんかもう2人多分主人公キャラが仲間にできそうな感じがするので、ちょっと裏方で探してみて、いたらもう仲間にしたところから次回始めていきたいと思います。というわけで、今回のミニサガはここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。ミニサガリマスタード12月1日発売となります。